一分間、タクです、えー。おはようございます。こんばんは。短くなりましたけど、えー、なかなか、えー、国内政治になかなか、えー、コメントはしてませんでしたけど、久しぶりに、えー、この岸田政策の視聴率が、えー、ですかね、えー 下がったということで、えー、このシーズンですね、この、えー、ジョネスカサさんがあコメントしてましたので、拝聴して、の考察です。えー、どうすればあこの事態を防げたのか、徹底検証、お自民党、岸田あ支持、大幅下落、日経でも、朝日でも発足後お、最低を更新ということで、えー、いろいろと。お まあ2期目、えー、1期3年で6期、6年目でしたけど内閣改造でいろいろとしましたけどそういう,うーまあ、うんえー、安倍外交外交頑張ってますね、そういうことで今度も、えー、このフィリピンということで、えー、このア,メアメリカがそのウクライナ、また中東に提供するときに、えー、この中国はフィリピンに手滞出してますね、そういうことで日本がその中国に牽制するということでフィリピンっていう にしてて頑張ってますけど、えー、このアベノミックスをまあ,あ詳しくわかりませんけどその、まあ、看板を下ろして新しいこの国づくりということでしたけど増税が全面で出てきますけど、えー、増税をまあ、減税と言ってましたけどなかなか根回しが十分副純だということで目打ちからまあ 続け財務大臣、また参議院にも、うん、説明不足、指導不足ということで、シーズンがたたいてますね、どうしても番が岸田派ですね、40名ぐらいの最大派閥の安倍派、元派閥派ですね。えそれと、 キュア派また、えー、麻,生派が麻生さんが母が頑張っていますので、そういうことで、えーまあ、これ以上、その,、えー、そのシリーズンの低迷が続くと、また岸田下ろしが始まるんじゃないかと、まあ、そういう一寸の闇や政治の闇や闇ですけど、えー、そういうまた政治がまた注目を浴びるようになっていましたですね、ウクライナ情勢、また中東の情勢、えー、また中国有事ですけど、また国内もちょっと荒っぽくなってきましたですね。えー いけど情熱かささのほうかそういう政治国内についてのコメントがありましたので拝聴してコメントとなりました。まさとのユーチューブチャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願い,いたします。までした。しゃ